YouTube ライジオンです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちら、エリゴレブラスターでやっていきたいと思います。はい、ということでね、やっていきましょう。このね、ブラスターなんですけど、まあ、単体火力が高くてね、逆サイドの、なんか、ウォールブレイカーとか、まあ、ホグとか、あとバルーンとかですね、なんか、無視したら結構食らうような奴らが、全然食らわないんですよ。ウォールブレイカーとかに関してはね、完封できるんでね、まあ、ディガモイモみたいに結構派手に削れるんで、なんかこういうエリゴレデッキの敵の、なんだろう、高回転の逆サイド振ってくるようなデッキに対して強い気がするってことでやっていきます。あ、こういうのですね、めっちゃ無視します。これ、あ、嘘冗談。見てください、これほら一発で済むんですよ。で、これ矢波打たなくても、ちなみにバルーンは一発で済みます。よいしょと。で、ライドラまで達しちゃって、あー、レイジ。まあ、いいでしょう。許します。オッケー。さあ、まあ、バルーンはね、一発で済ませられるんで、なるべく、ディガーを抑えるようにしたいですね。あー、でも意外とちゃんと食らうな。まあしょうがないですよ。これは、やべ、これ矢波だった。やっちまった。ちょっとお願い。それでも関係なく球落とし、さすがにか。これカゴムレ無視は絶対できないから、まあいいでしょう。これどっちの球くんだろう。まあ一旦このうるせえガキを黙らしていって、まあ、正月なんでね、こんなことだって言います。さあ、ここは真ん中バルーンとかなのかなーって思ってたけど、違いますと。よいしょ、はい。まあ大丈夫かな。でもなんかブラスター、これね、逆サイドなんか打たないんですよ、こいつ。多分ね、やればできる子だと思ってるんですけど、やらないタイプ、こいつは。いやー、ちょっとまずいなー、これ。マジでまずい。ここで。まずい。まずすぎる。あぶねえ。いや、もうマジで終わらし。この戦争終わらせに行く。頼む、マジ頑張って。ちょ、これ、レイジで、マジ飯食えそうな気はしてる。ちょ、お願い、本当に。いや。ちょっと一旦顔見に行こう。ビン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 。オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。こういうデッキになってます。はい。まあ、ちょっとね、2回ぐらい矢波打てばいいところで打てなかったんですけど、まあ正月ボケということで許してください。さあ、まあただね、これなんか逆サイドをなんか許容して形組めば、ゴレとかもなんかこのブラスだったらね、強いですね。特に、個人的にね、今回はエリゴレすげー使いたくてエリゴレ使ってるんですけど、やっぱこういう無視できる系のデッキはね、強いと思う。やべ、なんか宝石、え、待って、宝石削り入ってる。大丈夫これ。逆に自陣にいろいろとどまって嬉しいか、これ。もしかして。はい。これ暇すぎるな。やべ。はい。回復はしませんと。まあ、行かなくていいか。え？タワー食らいすぎじゃない？何が起きたんこれ。もともとそういえばなんかタワー少ねえらしいな、こいつ。射程も短くてタワーも少ないっていう。面白いよな。8000で売りやがって。こんなカード。面白いんだから。ファイブを使った後なんでね、これで無理やり折って左を許容して、うん、いや、このレイジまずいかもしんないな。ダクネとかついてたらね、レイジ打ってもよかったけど、まあ、これ逆サイドマジ無視しますね。俺これなんか右にディガーが来る気がする。おうおうおう、
ファイボも来るよね。オッケー、分かってますと。いや、マジでいいやん。え、待って。おい、タワーが弱い。はあ、マジで息切れする、本当に。ちょ、待って。マジで勘弁してほしい。ちょ、待ってよ。本当に弱いんだから。もっと細かく攻めてほしかったけど、待って、これ。おい、おい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 、待って。こいつ黙ってんだけど。おい、ダマじゃん。見てこれ。これマジでいけるっしょ。これマジでいける気がする、俺。夢をつかんでる気がする。行ってこい。はい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 。これでマジで世界を変える。よし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 。何にも消えません、これ。ファイボ切ったんで、ダクネか。ダクネでいいや。どうせババガがね、来ると思うんですけど。で、穴目打って、レイジでね、仕上げ。よいしょ。はい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 。うまいでしょ？俺のエリゴレ、うまいんですよ。はい、ということで、GG です。どうだろう。逆サイド、なんか両サイドやっぱ攻められるとでもめんどくさいですね。なんかやっぱ、もう、ずっと攻めながら、もう片方サイドは担当して、逆サイド来たら全無視が強そう。ババとかね、だったら逆に無視できないけど。そんくらいね、ガチでコスト使ってくれたらね、ババとかで守ればいいし。まあ、ホグ、バルーン、ウォールブレイカーあたり無視できるのは結構でかいと思うんだよな、こういうデッキにおいて。やっぱね、特にホグとかバルーンに関しては、無視したら基本タワーが折れちゃうから、一旦レイジで手札出していこう。で、無視できないからね、あそこら辺は。ねえねえ、ベビドラか。ちょ、見えないんだよな、あれ。隠されてる、絶対。はいはいはい。ライドラって、ライドラじゃねえわ。ライドラ俺だ。こんにちは、待って、見えない。ねえ、見せてよ。ちょ、一旦こいつ、ね、学生こづいていきます。相手これっぽいですね。ヒースピまでつけとくか。お土産。オッケーオッケー。なるほど。おお、なるほど。近畿もできますと。あざすあざす。おうおう、いいじゃん。びっくり攻め。こういうのが効くんすわ。これでもしかもライドラと今、ババ切ってるから、マジでうざそう。で、タルババ切ったもんね。このヒースピ追加うざいぞ。え、これマジで、行くとこまで行きそう。はい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 。で、これ進化ババつけられて1本おられると。わかりました。大体、お話は。おー、そっちか。これ、ギリ、前ねえか、これで。いや、これで前そう。これタゲ移して、えいよ。オッケー、完璧。これ、ヒーラーでちょっと、飯食わしていただきたいな。この、設置ヒーラーで回復して、2倍タイム入って真ん中 LG でいこう。よし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 。おお、いいね、いいね、いいね。こっち降りたいな、俺。うわー、全部無駄になってる。面白い。ちょ、待って、これ。これどうにかなんないですか、これで。ちょっと待って、遊び心。遊び心すぎたか、これ。いや、ワンチャンあるか。ちょっと待って。マジワンチャンある。いけ。ないわ。なかった、よく見たら。さあ、ただ、ここはゴーレム来て、もう、ライドラのチェーンでね、持っていけると思うんですけど、一応ちょっとヒースピで。オッケー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 。なるほど。ここは、ライドラのね、チェーンがしなくなるぐらい、むちゃくちゃにしてあげましょう。で、矢の雨プラス、ヒースピで、体力回復したら OK、完璧。いや、いいね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 。よし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 。ハッピーニューイヤー。マジ、新年にクララやってエリゴリ引いたら、めちゃくちゃ楽しいんだろうな、きっと。よいしょ。あ、来た。出た出た。タワーインスタからも、これ何なんこれ。ブラスター来た。あざすあざす。なんかブラスターが出ないと噂の宝箱。さあ行きましょう。いいなぁ、でも。ちょっと、なんかドラゴン系の受けはやっぱ、ね、なんか体力高いカードに対しては、
いいですね。やっぱでもこういう、なんかゴブリンとかスケとかババとか細けいカードが来ると、ちょっと鬱陶しいって感じですね。ドラゴン系の防衛は普通のタワーより強かった。このさ、600少ないのがマジで、なんかもう、ハンデすぎるんよな。普通に考えて。どうやったら600減らそうってなったんだろう、この強さで。よし、オッケー。行きましょう。レッツゴー。いやー、ヒーラーからだけ取られてんだ。面白いな。うい。いや、待って、ブラスターが強すぎて。いいスピ連盟できなかったけど。これはコウモリでぶん殴れる気がするんで。良さそう。オッケー、いいね。どこもダクネ展開して、あー、コウモリにその一発出ちゃうのか。あ、でも意外と守れるもんだな。いけ、レッツゴー。いけよ、頼むから。コタルマも切った。さあ、雪玉も切った。コウモリで森を見せてくれ。なしか、なしっぽいな、これ。いやー、マジでしょっぱい。なんで、すんごいずるやん、あのカード。いや、ここを攻めてくるじゃないですか、相手は。そこを、かもっちゃうんですよね。おい、だるいって、そのコウモリ。おい、一丁前にその、把握すんなって、ブラスターの特性。あー、やった！もういいや、知らねえ。ちょ、待って、まずいか、これ。ちょ、待って、ブラスターって意外と、ひ弱か、お前。やばそう。え、待って、これ、バルーン！マジでやばい。ちょ待って。これやばい。これ本当にやばい。ちょ待って。あ、ガチやばい。ちょ待って。あ、おい、ふざけんな、マジで。おい、マジかよ。ちょっと待って。今絶対キング折れてたやん、敵の。ちょ、マジ勘弁してほしい。バルン連れてたら話変わってたか、これ。ナンバー。オッケーオッケー。正月ボケ治りました、ここで。よし、行こう。ちょ待って、今のは、てかさ、わかん、まあ、ここら辺で打たないならまだいいわ。別に。うん。いや、キング殴ってたら打てよ、ちゃんと。どうなってる？あ、待って、これ見て。いらねえわ。おっと。まあ、かすってはいるか、ギャング。さあ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 。いや、こういうデッキには強いですよ、もう。ああ。どうしましょうか、これ。困っちゃったな。逆サイド簡単に折られすぎなんだよね。まあでもいいや、別に。よし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 。これで、吹き矢倒せ。え、これさ、アイテムもさ、ぶっ飛んでないこれ。いや、待って、これ、攻めでもよかったな、別に。ブラスターで守れる。はいはいはい。ほら。なるほど。どうだ、今のは。まあ、オールブレイカー無視できたのは嬉しかったか、ぐらいか。でもあのなんかやっぱゴブリンとかさっきやられた単体コウモリとかなんか全部うざかったな、そこら辺。だアイスピコウモリとかだけでもなんかバカほど食らうんだろうな、きっと。さあ、怪しいやつが来ました。こいつは、いや、ロイホグどうなんだろう。あ、でも意外と戦闘の一体は死ぬか。いや、でもさ、待って、見て、これ。最初のさ、何この、痛すぎて、やめて。いや、いい、マジでいい、マジでいい。
これで降ってくるデリバリーをかもって、やば、はっ、待って、なんで今ライドラが倒されたんですか。嘘でしょ、どういうこと。ああ、バー、待ってや。あ、意外とこれ無視でいけそうか。どうですかこれ。ちょっと一旦見守ってみるね俺。で無視したらでもタワーって折れるからね、ロイフグ。意外といい線はいってんじゃないかこれ。さあ行きましょうでもこれね、リトプリ死んだ直後だからちょっと相手は難しいと思うわ、防衛。逆ババとかかましてあげちゃったりしてね。来んのか、来んのか。いいさ、おお、うまいうまいうまい。いや、いいよいい、もう一発いこう。よし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 。いや、でかっ。こっちは守りたいか、ちょっとこの笑顔は。いや、これ勝ったんじゃない。あー、リトプリそっちはマジで飯が食えるわ。たくさんの飯が食える、これは。いいよ。さあ、来てない。この辺レイジ打って。いや、これ、進化バブとか出したら面白そうか、これ。いや、いい。いや、ちょっとロイホグには、まあ、ちょっとだけ強かったか、これ。ほら！マジで強いんじゃない？やっぱ、高回転系には、ちょっと強い。なんか無視できるね。無視できない。ギリギリ無視できないようなやつが、ギリギリ無視できるようになってた。やっぱ見守ったら5ワード取れるからね、あれ。ロイジェイとかも多分ね、タワーおられないぐらいで守れると思うんだよな。そこら辺も無視できそう。次ロイジェイ来たら無視してみるか。あ、かまってくんなかった。あー、なるほど。まあでもライドラ入ってるデッキって基本的に大型スペル入ってないんで、普通にこれ端前ちゃんちゃんでいけそう。おー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 、すごいすごい、すげえの来た。待って、これマスケ強すぎるな、あまりにも。ちょ、な、何このデッキ、何デッキだこれ。待って待って、すげえの来た。どうしよう。いや、これダクプリの盾でブラスター相当持ってかれるか。はい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 。まあ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 。ギリセーフではあるか、これ。さあ、これで、一旦、あ、てか、そういえば、あれなんですよ。あの、縦画面じゃないですか、今、クラロは。で、なんでかっていうと、新居の電波がすごく終わってて、あの、動画が撮れない、ってか、動画が撮れないっていうどころか、クラロワができないんですよ。やべ、ちょっと待って、これ、あー、もうだるい。なんで、今、実家にいるんですけど、たまたまね、その、新年で帰ってて。なんで、ギリギリ撮れてます、それで。なんで、貫通するまでは、配信もできなければ、動画も基本撮れないし、誰かの家に転がり込めばいけるっていう状況ですね。回線弱者男性になってる今。やばい。ちょっと待って。これいけるかな。ちょ、一旦これ、ダクネで飯食わせていただきたい。いや、無理か。うわ。よいしょ。いや、いいんじゃない？で、ここでカウンターまで行っちゃうよ、俺。よい。ライドラさ、意外とさ、あれなんですよ、これ。いや、レイジの位置がむずいけど、この位置は職人の位置。よいしょ。意外といけないっすか、これ。いや、めっちゃいい。え、待って、これ、ブラスター本当に関係あんのか、これ。みんな気づいてる？もしかして。
あんまり関係ないってこと。はいはいはい。でも見てください、このホグ。これ守んなくていいんですよ。はいはいはい。これ守んなくていいんですよ、こいつも。ほら。おられた。普通におられちった。まあ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 、でもいいでしょうと。さあ行きましょう。ちょ、ゴレとかも使ってみたいか。なんか理論的には、やっぱ、トルネでキング起動すると、キングタワーがその、細かいのを攻撃できるじゃないですか。で、ブラスターがその、なんだろう、大型カードに強いから、なんかすげえキング起動したら強いんじゃないかっていう夢を感じてはいますね。いや、これ別に強がんないで俺、あれだな。出せばよかった、これ。おい、強がっちゃったって。どうにかしてなんか、使っててよかったって思えるところが欲しいと思って。日本語もくちゃくちゃだ。さあ行きましょう。これ良さそうだな。コウモリに竹取って。呪文が来るのとちょっと遅れて、こんな感じでね、ヒースピをぶん投げたいんですよね。オッケーオッケー、完璧。さあ、回復できた。オッケー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 。で、これでね、真ん中ババとか行っちゃったりしてね。あ、待って、ヒーラー持ってかれてんのか、これ。しょっぱ。待って、これ、キング俺そんな顔つきしてない？これ、キングやばいよ。もうババとコウモリ殴ってるから、ババコになってる。えい、熱い。お願い。うわぁ。勝ったんとちゃいますか、これ。でも、ここでも、いかないんですよ、俺は。落ち着いて。まずは、ダクネから。ここまで行くとまずいか。ちょっと待って、これ。これ、矢舐め違ったな、絶対。てか、待って。ヤレイジで落ちたな、これ、きっと。まあまあまあ、落ち着いてくださいよ。あまり興奮しないでください。レッツゴー。もうちょっと楽しましてよ、この試合。インフェじゃないと守れないんちゃうの？ああ。いや、エリゴレもな、そこそこ削りが強いから。いや、このなんか、でもホグ無視して後ろから組んだのは結果的には正解ではあった。まあ、とにかく全てを無視するチンパンデッキが強いかもしんないね。なんか呪文が必要なやつがさ、基本的にコウモリとかゴブリンとか無視できないから、だからね、矢の飴とか、タルババとか、レイジとか持っておけば、基本的には、なんか、何でも無視できる気がする。いやー、なるほど。そういうことか。ただ、工場系は、基本的にこういう攻めがマジきついんですよね。なんで、ここでレイジまでかましてあげて、ヒーラー頑張れよ、お前。ここで、あー、おめえか。いや、めちゃくちゃいい防衛してくるじゃないですか、あなた。これさ、死なないもしかして。あ、終わった。終わりました。これ絶対一歩なれる気がするな。まあ、でも、片方に全部固めてくれたら、いや、これだったら、ババの生還の道はちょっとありそうか。ないかな。なさそうか、これ。なかった。いや、ちょっと渋いかな、これ。いや、どうだろう。ここ行ってもいいんですけど。今のと同じようなことになりそうなんで、一旦攻めか。攻めじゃねえ。一旦待ちか。まあ、いいか、でも、別に、一時だもんな、これ。おっとっとっと。これ熱いよ。はい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 。あ、これ、エリゴレつけるだけで折れちゃうわ。よいしょ。この辺かな、レイジ。ちょっとむずいんだよな、レイジの位置、地味に。あとは、はい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 。いやー、ヒーラーが持ってかれたのちょっと辛いな。これ、ヤナメ、来るのとちゃいますな、これ。ヤナメじゃな、アーチャー。ほな、あった。おー、ずっ！ちょっと待って。これ、絶対に、オッケー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 。さあさあさあ、これで割と余裕ができている。ダクネこっち流しといて、左ガチ組みしたいから、これでライドラでしょ右は。いや、完璧だ。これもう絶対勝ちましたね。コウモリまでついちゃって。よいしょ。ここはレイジだけで済ませられそう。
よいしょ。はい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 。いや、マジでいい。これ、ポイズンだから泣いて。ババツイカも普通にうざかったりしてね。さあさあ、エリゴレ出して、ジジア、いいね。いいんじゃないの？いや、マジで、この、俺の、猿にフィットしてる。だいぶ。すべて、なんか寝起きとかにめっちゃいいかもしれないですね。全部無視して、防衛はタワーに任して、形組むだけで勝てるから。形組んだら最強みたいなね。なんかマジでヒーラー入りのデッキがちょっと夢ありそう。ヒーラーってやっぱ防衛弱いから、特にね、単体系のカードの防衛が弱いから。どうしようかな。まあ、ババセパー挟んどくか、一旦。よいしょ。ババセパ挟んで、スパキー、だるいなぁ。スパキーどうやって守んだろう、俺。守れんのかなぁ。いや、エリジーはさすがにいかないよな、これ。まあ、一旦ライドラ行ってあげて。ちょっとだるすぎるか？ちょっと止まんないでほしい。止まるんじゃねえぞ。やっば！ちょ、どうにかできますか、これ。ちょ、これで。打たせれば、いやでも相手さ全然使ってないんだよな、これ。いやもうだるすぎるって。おい、豚がさ強すぎるんよ、あまりにも。これ相手さちょっとうざそうじゃない？3体いれば飯ぐらいは食えるんじゃないか。おおおお、折れろ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 。いや、たぶん、よしよしよし。いや、ちょっと生還したか。いや、ファイボくんのね、オッケー。ファイボうざいね。まあでも、ライドラ出して、マザネク、マザネクがだるいな。マザネクにヤレイジで倒せるんだけど、マザネクは。一旦、ダクネで飯食わせていただきます。オッケー。いや、これ、左マザネク来るな。いや、ガチ組しちゃうか、これ。いや、しない。どう考えてもゴブジェイ逆釣りが来るわ。いや、いいよ。さあ、これライドラ出して、まあ、この次かな。はい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 。ラクネ出して。ワンチャンこれ、いけるか。いや、いけないわ。まあ、これフリーでいけるのはちょっとでかいと。あ、これ打っちゃったらよくないか。あ、まあ、でもいいや。これ、いやー、マジで美味しい、そのファイボ。これちょっと生き残りそうだしな、こいつ。よし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 。ワンチャン、やばいか、これマジでまずそう。いや、でも、どうにかな、おっつチェーンした。オッケー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 。これでいって、ライドラ出して、いや、ダメ。いや、めっちゃいい。さあ、ファイブ打ったんで、ここで行ってあげて、まあ、行ってもいいんですけどね、これ、逆。ああ、でかい。ここ組めるな。一旦こっち、ライドラにレイジ打って、さあ、いい。いや、いい、チェーン入ってる。ああ！マジで何にでも勝ちちゃうじゃん。はい。ってことでね、今日はやっていったんですけど、まあ、こういうのとか、あと、まあ、ヒーラー付きのね、この前やったゴーレムとかも、ちょっと強そうではありますね。まあ、ヒーラーデッキで、もう片方サイド攻めたら、マジで勝ちみたいな。まあ、今ね、環境、やっぱロケットはいないんでね、ポイズンとか、まあ、いてもライトニングぐらいなんでね。
こういうガチ組デッキが強いと思います。ってことで、今日はね、この辺で終わります。ちょっとプラスターにね、しばらくは夢見ていきたいと思います。ってことで、お疲れ様でした。